秋だね、ハートもありがとう。で、そうでもうやばいって思って途中で撮影抜けたぐらいやばかったんですよ。でもなんかもう午後になって公演の準備とかしてて、まあすっかり体調悪いのも忘れて、なんかテンション上げてたらもう全然治りました。ケロッと治った。熱があるとかじゃなかったんで全然。そうなんですよ。そうでもなんかやばい吐きそうみたいな、そういうノリだったんだけど立て直しましたよ。ちゃんと午後はよかった、公園出れて。なんか体調悪いと集中力も欠けるじゃないですか。だからちょっと大丈夫かなって思ってたの今日。でもなんとか、ちょっと歌詞間違えたからそこは反省して次に繋げますね。でちょっとみんなの感想をゆっくり聞きたいなって思って755とかツイッターの感想は全部ほぼ読んだんですけど、綺麗でありがとう、尊いもありがとうございます、コンピッピありがとう。でキラキラつけたまんまだった私。文化祭みたいだね、なんか来なかった。うーん、まあそこは内緒こんばんは。虹今虹なぞってます。こういうゲームみたい。ごめん、ちょっと小学生みたいなことしてる。こんな可愛い子いなかった学校に。学校に30人ぐらいいるよ、こんな、こんなの。よかった、ありがとうございます。あともありがとう。なんお弁当鶏肉豚肉魚どれ食べた、なんで知ってるの、撮影のやつなんだと思う。ちなみにあのお弁当今日2個もらったんですけど、その1個その豚か魚か鶏か選べるやつはご飯食べなかったの、おかずだけ食べて、でカツ丼も、まあ、ご飯2口3口ぐらい食べたけどカツをいただいて。ちなみに豚が豚の生姜焼きで、魚が普通に魚の照り焼き で鶏が鶏ハンバーグだった。ハートが良く、ありがとう。こんだろさんも虫歯が良かったって今日言ってもらえる、嬉しい。今日はあのせっかく腹筋頑張ってたから腹筋意識 しようって思ってお腹にめっちゃ力入れて歌ったんですけど、お腹を意識して歌いました。どっちかっていうと自分の声とか音程を気にするよりもお腹から声出そうと思って、そしたらお腹が自然と動くじゃないですか。それがなんかこう自分でも分かるようにお腹から声出そうと思って頑張った。てか暑くてもうね冷房入れたんだけど汗が止まらないのよ。でもね今日聞いてください、あの帰ってる途中にビニール袋プレゼントとか入れてた、あのいただいたお手紙とかプレゼント受け取ったんですけどありがとうございます。なんかそれに私水を入れてたんですよ。で水2本買ったばっかの水、あの濡れてるじゃないですか。でその水が水滴がなんかその紙袋についちゃって紙袋が破けちゃって、でもボロッボロになった紙袋こうね抱えて帰ってきたの。もう本当にもうやばすぎてなんか物が落ちちゃったの、落ちて気づいたんだけど破けてるって。そうで本当に焦ったけどなんとか声抱えて持って帰ってきました。ギリギリセーフ、マジ危なかった。何も落としてないですよ。ちなみにレンダーも尊いありがとうございます。あちなみにハンバーグ、ハンバーグじゃない、お昼のその撮影の時のお弁当は鶏のハンバーグにしました。そうなのですよ。でも今日の公演どうだっただろう、まあ、ダンスはちょっとうん
ちょっとまあ、あんまり私もよくわかんない、もう記憶にないんですけど、あんまり踊ってた記憶がないんですけど、歌頑張りました。歌頑張ったけど歌ちょ間違えちゃった。ポニッシュとか大騒ぎ天国とか歌飛ぶと思わなかった。リハの時大丈夫だったから、まさかのところ飛ばしちゃってちょっと悔しいわ。うん、やばい、今日めっちゃ眠い。明日めっちゃレッスンあるからさ、レッスンとまあいろいろあるんですよ。割とバタバタしてますね、うん、今週は。楽しかった。昨日ぶりの人多かったね。でもなんかそう、全然告知できてなかったからファンの人いるかなって今回も思ってたんだけど、ちゃんとみんな来てくれて優しい。お話し会も来てね。追加してしまった。あ、やった、スキピありがとうございます。もともと券取ってくれてる方も、追加してくれた方、そうだ、ピアス取ったの忘れてた。え、落としてないですよ、何も。よいしょ。話し始めて撮ってました。あ、マジ？ちょっと楽しみにしてよ。こんばんは。痛い。みんなポチってくれてるやん。撮影終わってから告知しようって思ったらバリバリ14時半で終わってた。締め切り終わってました。だからもう諦めた、宣伝諦めました。14時半じゃもうダメだこりゃって思って。そう、今日ね撮影がちょっと私が体調がおぼつかなかったせいで押しちゃったんですよ、めっちゃ。私なんかいつも生写真撮影の時自撮りとか他撮りとかいっぱい撮ってもらうんだけど、今回撮る時間もなくて、ちょっとそれよりもなんかもうその時ほんと死んでて撮るの忘れちゃったやつが 何着かあって、だからちょっとやばい、生写真の時に宣伝できないなって思って、やばい。もう終わっちゃうかな、でも、うん、ありがとうございます。みんな追加してくれてるやん、やった、嬉しいね。まあハロウィンのコスプレもあるので、みんなワクワクドキドキしといてくださいよ。何着るかはその日のお楽しみ、来てくれた方の。23日はゆずらんでお揃いのコーデしますけどね、まだちょっと何着るか迷ってるんですよね、ランちゃんと。もうランちゃんひたすらボケてるわ。うん、毎日よろしく。やば、回す人誰もか、マジ忘れてた。え、忘れてた。そう、回していただいたんですよ、かおりさん。めっちゃ足痒い。支払い忘れないようにアナウンス。あー、確かに忘れがちだよね。うん、ゆずかちゃんの話感じられ、マジで、マジでね楽しいんだよね、本当にみんなと話すのが。そうだからウィンウィンなんですよ。地払いバレててびっくり。え、マジ美味しそう。なんか本番前にエゴサしたので、あ、久々にいいね しようって思って、みんなのツイート
て結構遡れるとこだけ遡ったんだけど、もしいいね漏れしてたらすいませんって感じなんですけど、マジ美味しそうって思った。まあでもあの時私も鶏のハンバーグ弁当食べてたんだけどね何気に個別写真明日の12時59分まで、え嘘、じゃあみんな個別写真をゲットだ。まだゲットしてない人、正直にゲットしてくれたら私の好きが10増します。ありがとうございます。支払いちゃん、そうね、支払い忘れずに。やばい、ちょっと耳の穴が見つからない何も見ずにやってるから。ありがとうございます。虹ありがとう。ハムちゃん、あ、今日ね転んだんだけど、でいつもあのその撮影スタジオで私転んで一回親指の爪剥がしたことあったの知ってますか？研究生婚の時のレッスンの時、もうなんかレッスン出れなくなっちゃって、それで、でその場所に久しぶりに行ったんですよ。たらまた同じ場所でこけたの。でもほんとそこでこけるの6回目とかなの、本当に冗談抜きで。でまたこけたんですよ。しかもめっちゃ気をつけて、そこでもう何回も何回もあのこけてるから気をつけようと思って、もう手すりにも体重支えるぐらいの勢いでもうゆっくり歩いて降りたんだけど、もう今日も大胆にこけってなって、でも膝ついちゃって、したらなんか撮影する場所が他のなんかそのお笑い芸人さんみたいな方も借りてたっぽくて、で全然誰かわかんないんだけど、そのスタッフさんかもしれないんだけど、なんか大丈夫ですかみたいな遠くから言われて、えすいません大丈夫ですって言ってちょだいぶ恥ずかしかったよね。えでもそう、絶対そこ取り憑かれてるって思って、絶対にね、そう絶対になんかねコテってなるの、いくら気をつけても。で1回目こけた時に爪全部剥がしたから、もう痛すぎて、それがもう痛すぎてトラウマで何回も何回も気をつけたんだけど、やっぱ終わっちゃう。ハムちゃんありがとう、リスいっぱい、リスいっぱいじゃなかった1匹だった、ありがとうハイトもありがとう。終わっちゃうの、嘘ごめん。3位孝太郎さん、2位コンピさん、1位全太、ありがとう、ごめんね急にびっくり、バイバイおやすみなさい。秒で読んじゃった、させん。